8月にモスクワで開かれる陸上世界選手権の男子短距離代表が21日練習を公開しました。この日の練習は高校生の桐生祥秀選手らが参加し、400メートルリレーのバトンパスを中心に行われました。初の、日本のユニフォームを着ての練習だったんで、やっぱり、これを着て走ることが、小さい頃からの夢だったんで、それが叶ったんで嬉しいです。日本代表のリレーは次の走者の手のひらに下から押し込むようにバトンを渡すアンダーハンドパスを採用していますが、桐生選手は普段高校で手のひらに上から乗せるオーバーハンドで走っているということです。このためアンダーハンドの経験が浅い桐生選手はバトンを渡すのみの第一走者を務める方針が決まり、第二走者に入るエースの山縣亮太選手との連携を確認しました。まだまだこれからお互いスピード上がってくる中でしっかり合わせていきたいなと思ってます。そうですね、とりあえず37秒台をまず出して、世界でもしっかり表彰台狙えるタイムを出したいなと思ってるし、それができるチームだと、僕は思ってるので、それを強く意識してやりたいです。バトンパス の, 渡す幅とかどこで声をかければいいとかがまだわからないんで、そこをカメラとかを使ってしっかり見て、一本一本集中をしてしっかりバトンが渡せるようにしました。